上山イ総人は日本の俳優。本名は三田忠。号は半月。坪内商用の文芸協会を経て、妻の山川裏次らと近代劇協会を設立して新劇俳優として活動。1919年に渡米してからは映画界に転校し、ダグラス・フェアワンクス主演の活劇映画、バグダッドの盗賊に出演。ハリウッドで活躍した。 日本人俳優の一人となった。帰国後の出演作に赤西かきた七人の侍などがある。1884年1月30日、宮城県東田郡は久屋町に父、上山五郎の次男として五郎の愛人である角川浦児との間に生まれる。父は産婦人科病院を経営していた医者で宮城学校教授を務めた。 母は枠谷町の名門の医者の娘であるが、宗人が生まれてすぐに発狂したため、宗人は母と引き離され、親戚の家を転々として10歳から父親宅に引き取られた。父親は厳しく愛情薄い幼少期だった。成果は枠谷町の枠谷第一小学校の前提にあり、今でもそこにあった木が残っている。宮城県立第二中学を卒業して、 1903年に上京。父の友人である犬飼武士宅へ寄宿し、早稲田大学文科に通う。在学中はテニスに熱中した。この頃に川上を戸次郎に共感し、後の妻山川浦寺と知り合った。1905年、本郷座の新派大合同、金色矢車に全身を金粉で塗った矢車役で出演。これが初舞台となった。1907年、 大学を中退して、東京美術学校日本画家に入学。翌1908年に、裏地との間に、長男、平八が生まれ、3月に、犬飼いの名コードで、裏地と結婚した。同年11月、藤沢浅次郎主催の東京俳優養成所に、第一期生として入所。同期には、諸口19、岩田祐吉、勝美洋太郎、田中瑛らがいる。しかし、 講師の増本清と衝突して、排斥運動を起こしたため、1909年に退所させられた。その後は、栗島佐五郎も一座に加わり、有楽座で毎週土曜日に催されるおとぎ芝居に出演。また、岩藤思えが佐五郎も一座を使って制作した、児童用映画、新しい桃太郎、カチカチ山、牛若丸などに出演。おとぎ芝居には、栗島澄子。 田口桜村、天野記事彦らも出演していた。同年5月、坪内商用の起こした文芸協会演劇研究所が開設され、8月の研究生補欠募集に合格して入所した。妻の裏地、佐々木つもる、小林雅子らの第一期生に加わり、上山総人を芸名とした。研究所時代は、土井春書が保証人となった。同年12月、 化粧品開発に熱心だった宗人は、妻と新橋で、かかし屋という化粧品店を開店、宗人が考案した眉積は人気を集めて繁盛した。1911年4月、研究所を卒業し、文芸協会に加入したが、7月に、大阪角座のハムレット公演中に配役上の不満からトラブルを起こし、夫婦ともども退会させられた。1912年5月、 ウラジアイバタカシ、コロモガワクジャクラと共に近代劇協会を結成。10月に一ッ戦作、ヘッタ、ガブラーの上演で旗揚げ。翌1913年に森大貝役のファウスト、9月に同役のマクベスを上演し話題を呼んだ。大正時代初頭に起こった新劇ブームの一翼を担い、総人は俳優としてよりも興行士としての手腕の方が、 評価された。当時7歳の夏川静江を発掘したのも、総人であった。妻も芝居を始めたことで、出身校の女子学習院から、除名騒ぎを起こされながらも、劇団運営を支えた。妻公認の愛人である絹川の教会だったなどで、次第に経済的に行き詰まり、根岸氏工業部の影の顧問となって、苦境を打開するものの、1919年2月の、 リア王上演をを最後にに、教会を解散した。同年、妻とと長男と共にアメリカへ渡った。アメリカでは方々を渡り歩いた後、ロサンゼルスに落ち着き、1922年5月に法事雑誌、東西時報の発行を開始し、かたわら在留法人相手の芝居を上演を、上演した後、ハリウッドへ行って、エキストラとなった。1924年、ダグラス・フェアバンクス主演の、 バグダッドの盗賊にモンゴルの王子役で出演。当初、アメリカで興行中だった、剣劇一座の役者がやることに決まっていたが、それを聞きつけた上山が、映画会社に、あれは、二流俳優。使ったら、日本で笑い者になると忠告し、回り回って、演劇経験のある上山がやることになった。その後も、ソジ人という名前で、数々のサイレント映画に出演、ポーラネグリ。 クララボー、ロンチェーニーらと共演した。出演した映画は47本に上るが、日本人役は一度も演じたことがなく、ほとんどが中国人の悪役だった。本人は複雑怪奇な役をよくやらされたと回想している。ただ、泥棒など下っ端の役の場合は断っていた。1927年公開のシナのオウムでは、 中国人探偵のチャーリーちゃんを演じ、当たり役となった。この役は、欧州から呼び寄せられた、コンラート・ファイトとの演出競争の結果に得た役だと、言う。しかし、トーキー映画が始まると、英語が喋れないため総人の仕事は激減していった。そのため1929年12月20日に、天洋丸で、横浜へ帰国した。翌1930年1月から浅草。 大阪、名古屋、京都、新宿の各小畜座でモンゴールの王子を上演。7月17日に、米映画の出演のためサイトベーし、10月4日に帰国した。1931年、小竹蒲田撮影所に入社し、総人の貴重記念映画として、愛よ、人類と共に、あれが制作され、主演した。当時の大スター鈴木伝明、田中絹代。 岡田時彦らが共演し、アメリカからマックス・ウェインらも出演するという豪華出演者による大作映画となった。翌1932年風りの末、竹下鴨撮影所制作、当人を基地には、ハリス役という外国人役で出演した。1935年、片岡千恵蔵プロダクションと日活の提携作品で、伊丹万作監督の赤西柿田で、 アンマヤス公役を講演。1939年に新興記念魔先族となり、数作に主演を、1942年の戦時統合による合併で大英先族となったが、セリフ回しに癖があるなどの理由から次第に振るわなくなっていった。1954年、黒沢明監督の七人の侍で、琵琶防止役で出演。セリフは、 一切なく、ただ黙々と琵琶を弾いているだけの演技であった。続いて、稲垣博士監督の宮本武蔵に年寄り役で、早く出演したが、同作冬切りの2ヶ月前の7月28日、超閉塞手術後に応態が悪化し、午後9時8分に、東京都世田谷区の大脇病院で死去。70歳没。8月3日に、東玉川の自宅で、 国別式会と名まれた。墓所は、青山霊園。気象が激しく、トラブルが絶えない性格だったが、谷崎純一郎とは、大正時代から、特に親しく、自伝小説、蛇酒には谷崎が序文を書いている。宋人には、他に、続編、煉獄、素顔のハリウッドの著書がある。谷崎の小説、サメ人に登場する五道漢字、佐藤春夫の、 都会の憂鬱に登場する、大川周藩は宗人がモデルと言われている。巨根として知られており、1に、宗人、2に、上わや三3、4がなくて、5に、馬の何坊という地口があるほど男性器の大きさは有名であった。女優曲げは、裏地の広すぎるがみ合う髪型として宗人が、考案したとされる。最初の妻の山川裏地こと、三田知恵は、鉱山学者。 三田森一の長女、知恵の妹に上山さん後浦路は英語ができたため、総人が日本に帰国後もアメリカに残り、ロスで浦路という名で化粧品業を営んでいた。大戦中は日系人の強制収容所に収監され、アメリカで没死した。葬儀は日本で行われ、総人と共に青山霊園に眠る。総人は帰国後、関口直子と事実婚。 子供は裏地とナ子との間に少なくとも8人、生まれている。裏地の子はいずれも竹に預けられている。長男の三田平八は、長女の袖子と共に、裏地の母親宅で育てられ、幼い頃二人は、佐藤春雄に死を習った。平八は13歳の時に渡米して、両親と暮らし、日系人文明史、師、おさむおさむの編集士をしながら、俳優の息子として、 アメリカで華やかな暮らしをしていたが、結核のため療養し、収容所習慣を免れた。元共産党員で、戦後は江戸三田の名前で俳優をしていた。三男の竹三郎は帰国した宗人に引き取られるが、三歳しか違わない竹三郎と名を子の中を宗人が疑い暴行したため、自殺未遂を起こした後、家で、新聞配達をしながら学校を卒業し、 主婦の友者に入社したが、廃病のため療養。養女に出された吹子は助行などをしながら、プロレタリア運動に系統、掃除婦をしながら、竹三郎を助けた。平八と吹子は、生涯左翼活動を続け、青山の解放運動無名戦士の墓に葬られている。直子の子としては、松五郎と梅よ。ハリウッドの海遊、上山総人とその妻山川浦地を表した。 見田てる子は、竹三郎の妻、ありがとうございます。